この猫のこけしは白石市内で新型こけしを製造・販売するゆこけし研究所が作りました注文した客から猫の写真を送ってもらいそれを参考に記事に絵付けをします毛並みは木目を生かして自然な感じに仕上げ表情や目もリアルに再現しましたうまく描けた時はお客様からは うちの猫ちゃんだって喜んでいただけたこともありましてですねまあ、それを一つの私の喜びともしてまあ、次の作品も作っていこうかなと白石市内には新型コケシの工房が最盛期におよそ50件ありましたが今は1件が残るだけで佐々木さんは郷土の工芸品を守ろうと猫の似顔絵を描いたコケシを作りました